はい、こんにちは、レトスノームです。今回なんですけども、国土利用計画法の届け出が不要な場合、これについて解説いたします。で、これまでは基本的には、届け出が必要な場合について解説をしてきたんですね。一部ですね、届け出が不要な場合も解説はしてきたんですけれども、基本的には届け出が必要な場合についてずっと解説してきました。で、今回は届け出が不要な例外的なものですね。これについて解説していきます。で、まず一つ目なんですけども、届け出面積未満の場合ですね。これはもう最初の方でも解説した内容なんですけども、一定面積以上の土地取引について、国土利用計画法の事前届け出だったり、事後届け出が必要だってことはお伝えしましたよね。例えば、事後届け出の話で言うと、市街化区域内で2000平米以上の取引の場合は原則届け出が必要ですよ。また、市街化調整区域だったり、非線引き都市計画区域、これについては5000平米以上の土地取引について、届け出が必要ですよ。また、都市計画区域外なのであれば、1万平米以上の土地取引について届け出が必要ですよってお伝えしました。で、事前届け出についての中止区域。中止区域については、今お話しした事後届け出の内容と一緒ですね。で、一方で、監視区域については、都道府県の規則で具体的に数字を決めてきます。例えば、市街化区域内で100平米以上の取引について事前届け出してくださいね。みたいな感じで決めてくるんですね。都道府県の規則で決めてきます。なので、これらの面積未満の場合、それらの面積に満たない面積の土地取引については、届け出はいりませんよっていうのが一番の内容です。これは復習みたいな感じですね。じゃあ2番ですね。民事調停に基づく場合。この場合も届け出は不要になってきます。つまり一定面積以上の土地取引であったとしても、それが民事調停によって行われる場合っていうのは、これは届け出不要なんですね。で、民事調停って何かというと、裁判所で話し合いをして解決するっていうような内容なんですよ。通常裁判っていうのは当事者が話し合うってことはしないんですね。裁判官がいて、お互いの意見を聞いて、で、裁判官が判決を下すって内容じゃないですか。で、一方で、調停っていうのは、調停委員っていう人が真ん中に立って、で、お互いでこう話し合いをするんです。当事者間で。で、当事者間で歩み寄りをして、合意をして、で、争いを解決していくっていうような内容なんですね。つまり、話し合いで解決するんだ。話し合いで合意をして解決していくんだ。というような内容なんですね。で、この場合、調停委員が、仕切るんですよ。裁判の場合、裁判官がこう仕切るわけですけども、民事調停、調停の場合っていうのは、調停委員っていう人が仕切るんですね。で、調停委員っていうのは、一般市民から選ばれた人で、例えば、弁護士さんだったりとか、お医者さんだったりとか、税理士さんだったりとか、そういった資格を持っていない方であったとしても、調停委員として選ばれる場合もあります。そういった人が、話し合いの真ん中に立って、仕切り役をするっていったイメージですね。で、一応、この民事調停っていうのは、裁判ではないんですけども、裁判所が管轄している内容なんですよ。裁判所管轄の内容なんですね。ということはですよ。ということは、その話し合いの中で、地価が高騰するような金額で解決をするってことはあり得るかって話なんですよ。そもそもお互い合意しないと思うし、そういった金額で話し合いを解決するっていうのは基本的には考えられないんですよね。で、そもそも国土利用計画法っていうのは、地価が高騰する恐れがある取引について届け出してくださいよってしてるわけじゃないですか。で、この民事調停っていうのは、そもそも地価が高騰する恐れがないわけですよね。裁判所が管轄している内容だから、そんな高い金額で土地取引をする、地価が高騰するような金額で土地取引をするってことは、考えられない。だから、届け出は不要にしてるんだよ。っていうふうに理解をしていただくと分かりやすいと思います。で、3番目ですね。当事者の一方が国または地方公共団体等の場合、これ一方って書いてありますが、これ双方が国とか地方公共団体等の場合も含みます。試験で双方がね、国とか地方公共団体の事例って出てこないと思いますんで、一方にしております。で、これ等って書いてある通り、国とか地方公共団体だけじゃなくて、都市再生機構だったりとか、住宅供給公社、
まあ、こういったところも含んできます。まあ、これって公共性がある組織なんですよね。だから国とか地方公共団体ではなかったとしても、こういった組織が関係してくる取引で高額な金額で買い取りをするとか、高額な金額で売却するってまあ考えられないですね。で、これは国とか地方公共団体でも同じです。ちなみに地方公共団体っていうのは都道府県だったり市町村ですね、〇〇市、〇〇町、〇〇村、まあ、そういったもんです。まあ、そういったところが関係して地価が高騰するような恐れがある取引ってまあしませんので、だから届出不要の例外に入ってるんだという話です。で、4番目、農地法3条の許可を要する場合、この場合も届出は不要です。これ農地法勉強してからここは理解した方がいいんですけども、農地法3条許可の場合はこれは届出不要、一方で農地法5条許可を要する場合っていうのは許可不要の例外には当たりませんので、原則一定面積以上の土地取引の場合はこれ届出が必要になってくるんですね。この点はちゃんと対比して頭に入れていただければと思います。で、このなんでこのような違いが出てくるのかっていうところはちゃんと理解をするとこれすんなり頭に入ってくるんですね。まあ正直これ覚える必要はないんですよ。問題文見て考えたら答え導けるっていうような内容なんですね。なのですいません、この点については個別指導で解説しようと思います。なのでとりあえず丸暗記でいくっていうのであれば、まあ、丸暗記していただいて大丈夫です。丸暗記していただければとりあえずは解けますんで。ただ、まあ、覚えなければいけない内容っていうのも非常にたくさんあるんですね。なので理解できる部分はできるだけ理解をしていくっていう風な勉強をしていった方のが頭に定着しやすいですし、宅建試験も合格しやすくなりますんで、もしあなたが理解をしながら学習したい、楽に合格したい、そう思っているのであれば、ぜひ個別指導をご検討いただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。